ジャンプ流体感カラー作画。やっぱ形のチェックです。一発で形が取れればそれがベストなんですけど、まあいかんせん絵があんまり上手くないんで、とにかく何度も何度もチェックして目がずれてないかとか、なんか首の太さ、手の太さとか、なんかもう自分の中でいろいろチェックポイントがあるんですけど、まあそれを逐一チェックしながら、時間があるときは結構もう透かして直すっていうのを結構な頻度でこれを繰り返してやるっていう感じで、下書きは基本ラフですね。あんまり決めないんで、スポーツしてるポーズとして不自然じゃないように、手の角度とか全体的なシルエットに基本注意しながら書いてます。その流れでペン入れに行くんで、結構な頻度で間違うんですけど、まあ、間違ったらホワイトで消しゃいいって思ってるんで、基本こう最後にちょこちょこ修正するのも込みでザカザカ書いてくっていう感じですね。
漫画用の G ペンとかっていうのは線が出る方向が結構限られてるんで、それに合わせてひたすらくる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 回すっていう感じですね。
Thank you.
はい、
クロホはパスシーンとかが多いんで、ちょっと普段描かないドリブルシーンをちょっと描いてみようかなっていうぐらいの感じです。まあ一番は光源をどこから光が来てるかっていうのを意識して、今回の絵に関しては、まあ、ほぼ真上からっていう感じですね。ペン入れに関しても色塗りに関しても、まあ、やっぱ目が一番なんというか命が宿るって言い方はちょっとあれですけど、一番ウエイトが大きいところなんで、そこはいつも頑張ります。結構ジャンプ流電信創作の現場から、ご案内の方よろしくお願いいたします。はい、どうぞ。スタッフさんの作業部屋という感じですね。結構机がいっぱいあるんですけど、全部埋まるのは本当に忙しい時だけで、本当になんかすごい重なっちゃった時は全部埋まって10人、9人ぐらいいた時があるんですけど、タイムカードの機械があるんですけど、ちょっと前まではあの日給制というか1日いくらみたいな感じでやってたんですけど、ちょっとそれだとだんだん始まりと終わりの時間があやふやになってきちゃったんで、今はあのタイムカードできっちりお給料出せるようにっていう感じでやってます。壁に見本とかが貼ってあったりするんですけど、指示出すときはだいたいこれを見ながらこの量で集中線を入れてくださいとか、こっちとか若干これ量が違ったりするんですけど、そういうので量を指示したりとか、あの目のやつは黒子の目なんですけど、トーンの貼り方とか円の入れ方とか目の見開き方で表情がガラッと変わっちゃうんで、そこも結構細かく指示してるし、よくリテイクも出ます。ここら辺は、全部トーンの棚ですね。なんか細かく分かれてるんですけど、黒子のバスケは基本全部アナログなんで、昔ながらというか貼るタイプのスクリーントーンを使ってます。その隣が今まで書いた原稿のかなり汚いですけどコピーですね。まあいろいろ見返したりとかするときに使ってるやつです。写真の資料ですね。今まで取材に行ったウインターカップとかインターハイとか自分の母校の写真とかもあったりするんですけど、量が多いんで、まあ、大体こうこの中から写真出してこれを参考に書いてくださいっていうんですけど、出した後今度少し前に戻らなくなるっていうことがあったんで、であの番号がファイルの入れるところと写真の方に振ってあるって感じですね。まあ、ここら辺は今まで書いた背景のコピーとかですね、その、まあ、原本も入ってたりするんですけど、まあ、大体ここにコピー入れてあるのは上手い人が書いたのとかだったりするんで、これを参考に書いてくださいとか、あとちっちゃいコマとかだったらこれをコピー取って貼ってそこに人物を入れる。特にこういうところとかは毎回書いてたら手間だし使い回すときがたまにあります。半分趣味半分資料みたいな感じですね。基本好みの漫画が並んでるだけですね。そこまで資料集めるぞみたいな感じで漫画を置いてるわけではない。最近のお気に入りとかはやっぱキングダムは面白いなって思います。これは今まで縁があってもらえたいろいろ色紙なんですけど、アイシールドの村田先生、ぬらりひょんの孫の柴橋先生、アイスコアガールの杉先生と、であと一番左は一回プライベートで黒子役の小野賢章さんと鏡役の小野勇気さんが仕事場に来た時があるんですけど、その時に書いてもらった色紙です。ここは自分の仕事部屋になります。この仕事場を借りた時に間取り的にたまたま
自分がこっちに来ないとスタッフさん用の部屋がうまくレイアウトできないっていうことで別になってるんですけど、正直自分はみんなと一緒に描きたい方なんで、今のところは若干寂しいっていう感じです。自分漫画描くときは大体こういう絵が描きたいっていうのでそこから話を組み立てていくんですけど、なんでこれに関してはこれ相当昔のやつですけど、黒子にこういうポーズのパスさせたいとか、これはなんかもうボツになったんですけど、コミックスの表紙でこんな風にしようかなとか、あとこれはなんか勝利シーン、NBA でなんかこういうアングルの優勝したシーンみたいなのがあって、それみたいな感じにしたいなっていうので、これは一番最後の話の鏡が優勝してガッツポーズするところにほぼそのまま使った感じです。まあ大体思いついたネタを貼っといたりする感じですね。まあ他にもなんかネタ帳みたいなのもあるんですけど、これは結構なんだろう、原稿中とかにノートとか出すのめんどくさいなっていう時は、机の前にまあこういう付箋とかがあるんで、それにパパって書いて貼っとくっていう感じです。バスケットちょうど5人だなと思って、どっかのチームでポーズ取るやつらがいたら面白いかなって思いながら結局やめて貼ってあるだけです。小説の第何弾か忘れちゃったんですけど、結構話が進んできて、あの過去編とか出てきたあたりでちょっと時系列が分かりづらくなったっていうので、表を小説サイトの人が作ってくれたんですけど、それは自分的にもすごい助かる感じだったんで、それもらってそのまま貼ってあるって感じです。これは基本的に資料用の棚、バスケット雑誌とかがあったりとか、漫画の画集とかあったりしますね。自分が一番好きなのはこのサザンアイズって漫画が昔読んですごい衝撃を受けたというか、結構印象に残ってて、というかこれが多分一番最初に買ったそういう画集的なやつだと思います。これは製図用のインクで、であとホワイトかける時のミスの、あと下書き用のシャーペン、であとペン入れに使ってんのはこの、まあこれどこでも売ってる両方に刺さるタイプなんですけど、一応連載中使ってたのは、もしめっちゃ汚くなってますけど、これが1話目から最終話まで使ったペン軸で、今まで結構ちょこちょこいろいろな種類買って、あとなんかカスタマイズみたいなのをしたりしてみたんですけど、なんか最終的にこのどこでも売ってる普通のペン軸に行き着いちゃったっていう感じです。まあ、自分はずっと練り消しを持ってます。まあ、下書きの線を消したりとか、あとネームを考えてる時はずっと練り消しをこうぼーっとしながらただひたすら練り続けるとか、実は一番多く持ってる道具練り消しかもしれないです。これはいつも打ち合わせに使っているノートですね。だいたい箇条書き程度なんですけど、だいたいこうなってこうなってこうなってみたいな感じとか、こんなセリフを言いたいとか、かなりざっくりした、まあ、プロットみたいなものですかね。これでだいたい大筋を打ち合わせて決めてから、あとはひたすら細部まで考えて、考え終わったら一気にネームに書くって感じです。こっちは昔書いたネームなんですけど、ああ黒子哲也君って書いてあるから多分プロトタイプですかね。ボツになって使われなかった昔のネームだと思います。登場人物とかいろいろ変わってる感じですね。まず女子高生じゃない監督がいますね。名前も違う名前がついてますけど、これとかはもう相方が
なんかこの頃は天才シューターになってます。名前も全然違います。まあ、最終的に結局一番最初に乗った4キリとほぼ同じ形に行き着くんですけど、まあ、それまでは結構紆余曲折で、おお、これ結構あれですね、クロコの性格をもっと明るくみたいな感じで、今とはかなり違うセリフを言ってる感じですね。何があったんですかね、ちょっと なんでこんなセリフを言ってるかは覚えてないんですけど。まあ、自分的にジャンプは、まあ、生き残るのが厳しいっていうのはあるんですけど、まあ、その分チャンスもいっぱい転がってるっていう感じだったんで、結構ジャンプっ子だったっていうのと、あとチャンスが多いっていうので自然にジャンプになってったっていう感じです。まあ結構いろいろ技術的なことよりもなんだかんだで大事なのはガッツじゃないかなっていうのは、結構根性とか体力とかそういうのが大事だったりするんで、まあ、自分のも本当見返しても拙くて見てられないっていう感じなんですけど、まあ、それでもその拙い中で一応必死にはやったんじゃないかなっていう感じです。なんでまあそうですね、いろいろ勉強するのはもちろん大事なんですけど、何よりその大元で気合とかガッツみたいなそういうのは持っててほしいなって思います。ジャンプ流実技漫画テクニック第5回、ホワイト。絵の修正をする際に使用するホワイトは、応用すれば光や光沢を出すのにも効果的。必ずマスターしよう。まずはホワイトの基本である修正の例を紹介しよう。イラストの飛び出した線、枠線からはみ出した線、インクの汚れ、コマの角、吹き出し内のはみ出し、吹き出しのくちばしも忘れずに修正。さらに線をなぞり太さを修正する方法もあるぞ。次の作業に移るときは必ず乾いてから。乾かないうちに重ね塗りはしないこと。続いては応用編。ホワイトを使ったさまざまな演出表現を紹介するぞ。用意するのはつけペン。ペン先に水をつけ、そこに修正液を垂らし薄める。ペ
ペン先に水をつけないとペンの走りが悪くなるので注意。まずは瞳にホワイトを入れハイライトを表現。このように線にホワイトを入れれば、光が入ったような表現に。書き文字と枠線の間にホワイトを入れると書き文字が全面に浮き出て印象が強くなるぞ。ホワイトは原稿を修正するだけじゃない。工夫次第で様々な表現が可能になる重要な技法の一つだ。